皆さんこんにちはでございます。ステイホームいかがお過ごしでしょうか。どこも行かれへんからね、どこにもう家にこもっておりますが、今日はね何も動画上がらへんからね最近、ここで、スモーク料理、家の中でスモークやったらえらいことになるから、ここでスモーク料理の方をしていきたいと思います。それではね、とりあえずシシャモをやっていこうかな。シシャモと鮭の釜、あの釜のとこ、それとチーズともつと砂ずり、これだけをスモークして夜のおかずにしたいと思います。っていうか今ねダイエット中なんですよ。ダイエットが始まりましたんで、また20キロ痩せないといけないんで、あんまり食べれないんですよね。もう穀物は全然食べてないし、ビフォーアフター見たい方はどうぞ。こんな感じになっております。だいぶ太ったでしょ。去年 64.5 まで行ったんですけどね、今 78.3 ぐらいまで落ちましたね。今で5キロマイナスぐらいですかね。さあそれではやっていきたいと思います。さあ、うまいことできますかね。はい、それではできたと思うので蓋をオープン。な、見てこの色、うわーすげー。さあ、チシャモだけはあげよう。すげえ、めっちゃええ色してる。カリンコリンになってる。カリンコリンでもないけどジューシーっぽくなってる。よいしょ、こんな感じかな。よし、おお、うまそう。見てこのシシャモ、すごいっしょこれ。飴色になって、さあ続いて鮭はまだまだやかんね。あ、でもええ色してきた、ええ色してきた鮭も。さあそれでは続いて卵とかなんかいろいろ入れていきたいと思います。それではね、一本ちょっといただきたいと思います。ではいただきます。うわ、スモークされたらめっちゃうまい。何これ、酒飲む人だったら最高やと思うわ。最高。
それではね、鮭がそろそろいい感じになってきているので揚げたいと思います。おお、うわ、鮭がすごい色になってる、すげえ。よっしゃ、見てこれすごくない？うわ、うまそう。綺麗にできるもんやな。しかし、おおお、卵がええ感じになっとるやん。ほらいい感じっしょ。うわー、油乗っててめっちゃうまそう。夜これ食べたらうまいやろな。はい、こんな感じでございます。卵と砂ずりができたかな。蓋オープンな。すげえ。いやー、えらいことになっとる。おお、すごいやん。おお、ええ色してるやん、砂ずり。あ、これはもうできてるわ。すげえ、綺麗な色になった。渋い色やけど、全部が。卵をもうちょっとしようかな。いや、もう十分これで味ついてると思うけどな。よし、これで卵もうちょっとしたいな。でももうちょっとだけしよっか。よし、はい、それではね、初挑戦の牛もつ、島町やね、買ってきたね。これちょっといい、スモークしたいと思います。どうなるやろうね。以前番組でね、スモークしたマルチョウを炭火で焼いて食べてた、すごい美味しそうに見えたのね。で、それスモークしてるって言ってて、で、いや、一回やってみようかなと思って、それではやってます。スモークはなかなかできへんから退屈してごめんね。もうちょっとしたらできるからね。あなたたちは砂ずり今日は2つ、3つあげろ。ちょっと待っててや。待っててや。ええ感じで出来上がってきてんねんて。ほら。どう？素晴らしい。こちらは。だって、これ毎日やられるのよ毎日5時半になったら誰が出ていくか言うのよな。一生懸命家でやっとるやんけ。だから、はい、それではね、牛もつ島町の方ができたと思うので、いくよ。蓋オープン。すごい色してた、さっき見たら。おい、どう？すごくない？え、これ美味しくないわけないやろ。うわ、すげえ、色してる、すげえ。うん、見てこれ、あ、ほら、これ美味しくないわけないやろ。さあ、完成。どう？ほら、もつがすごい味出してる。素晴らしいね。いやー、これだけやったら2、3日食えるな美味しそう。さっきもつ食べたけど、めちゃめちゃ美味しかった。めっちゃ燻製、桜の尻尾の味がついてる。十分や。何の味付けもしてませんけどね。なので、これをご褒美にワンズにあげたいと思います。あー、いい匂いしてる。絶対おいしいよ。ビスは2個、ココは1つ、ラッシーも1つ。あと私だってなくなっちゃうもん。よし、私
写真2個あったらいいかな。ラッシーも2つあげようか。よし、じゃこれをあげたいと思います。そしたらここからね、あー、いい匂い、おいしいよ、おいしいよ。はいはいはい、ラッシー、うわー、お前よだれ、よいしょ、はい、そこ座って座って、はい、ラッシー、はい、よいしょ、ミシュー、ちゃんと食べて、ちゃんと食べて、ちゃんと食べて、はい、はい、以上、終わり。ごちそうさん、もうないよ、あんたたちご飯あるんだから、夜ご飯な、それでおしまいよ。欲しかったでしょ、私なんてめっちゃ、そんな早く食べるのどんだけ時間かかったと思ってんの、あんたたち。欲しかったでしょ、以上、おしまい。はい、それではね、お茶も沸いたことなので食べていきたいと思います。よいしょ、お湯沸いたよ、お茶が沸いたよ、よいしょ、あっち、いただきます。いやー、もうなんかチーズもやばいぐらいうまかった。ハリが全然違うもんやって、めっちゃ美味しい。もつがすげえ、このままでも十分やもんね。ご飯食べれないからね。これだけで我慢。タレ漬けしても多分すごい美味しいと思う。うん。全然違う。カレーが全然違うね、これ。うん。すごくされてるって感じ。うん。これはうまいわ。やめつきになる。うん。うめえ。ジャケどんな感じ？うわ、綺麗なピンク色。あ、すげえ。ちゃんとスモークされてる、うまいわこれ。皮が美味しそうやな、これどんな味するやろ。うん、めっちゃうまい。全部美味しい。うん、失敗作なしやわこれ。はい、それではね、片付けましたので、終わりたいと思います。よいしょ、あんたたちこれからお散歩だね。もうだいぶ日暮れてきたからな、こんな感じですわ、うちの周りは。よいしょ、まあうちだけ3階があるから、みんな屋根の下ですね。よし、それではお疲れ様でした。次はね、多分ワンズ洗うと思うので、その洗う動画でお会いしましょう。